自分の将来について絵描きにならない、医者になれないならもう何でもよかったんですから、もともとね、それがまた一番そのやりがいのあるもの、ね、男子たるもの、キリストのために働くってね、それが新しいやりを与えられたわけですから、それで行こうと。雨が降ってきたらね、バケツ持ってこう、あっちこっちこう待って、雨水を受けないとバタ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 してくる、そういうところ、はい、だって一晩でね、なめくじが出てくるのを瓶に詰める、このぐらいの瓶いっぱいになる、そういうところなんです。だから、スマウトは逃げ回ってるっていう感じですね、雨水と。楽しかったですね。もう何にもない家内と二人で、みかん箱を二つで食卓にして、だから僕は貧しいということについては全然不安がありません。どんなにしてても生きてみせると自信があります。そうそう、こんな聞き方したら失礼ですけど、芦屋のお医者様の息子でしょ。そうそう、世間はそう思うんですよ、ね、だけども僕はそのキリスト者になるとか伝道者になるというところでもある意味では絶縁したようなもんですよ。僕は一番尊敬しているのはこの山崎米太郎牧師です。はい、素晴らしい説教者です。それからその先生が病気の時に代わって講談を引き受けてくれた方がその南長老教会のウィリアム・ナキリエン宣教師という、その先生がねヘブル書の公開説教をやったんです、だから僕の洗礼に至ったのは半分山崎先生の説教で、半分はねヘブル語公開です。事実さっき言った和歌山の時の看護学生で洗礼を受けた女の子たちは僕のレビ記で勉強したんです。それが私たちの信仰の礎になってます。わかんないもんですよ、面白いですね、伝道というのは。あんな退屈なね、こういうものでね、心は打たれるんですね。この間広告で見たけど、説教力を磨こうなんてあるんですけど、あんなのダメですよ、説教だけ磨くわけにいかないですよ、やっぱり説教というのは礼拝の中の一部ですし、その礼拝と教育と牧会と全部をやってるわけですからね、そこで先生はどういう方なのかというのを信者はみんな見るわけです、先生の信仰者としての品性の問題です、それが信頼されなかったら、どんなにどなったって届きませんわ、教育のカリキュラムがきちっとしてなかったり、牧会がそのちゃんとできて、ある問題のある人との関係がきちっと整ってなかったら、それこそさっきおっしゃったお説教をすることになる、私は説教で牧会するんですなんて牧師が言いますけどね、そんなの説教じゃないですよ、お説教ですよ。そうすると信者の方は いよいよ聞きたくなくなるんですね。例えばね、この街道を建てるのに十何年みんな貯金しました、街道建築に向かって、ある時ね、長老の一人がね、考えたらあの期間の間先生は朝の説教で街道建築のことを一言も言ったことがなかった。面白いな、ね、そりゃそうですよ、他のところでずっとやりましたから礼拝以外で。でもそのためにはその懇談会だとかその会議だとかいろんなスケジュールをずっと組んで、新街道が建てるまでのいろんなステップをずっとこっちはカリキュラム組んでやってる。ですからそこで会員たちはものが言える、でこちらも話ができる、そういうことをしてたからね、説教ではもうひたすら聖書の言葉を公開できたんです。だからいつかね、九州の方の改革派の教師会に呼ばれて説教の話をしたことがあるんです。その少し前に加藤恒明さんが行って説教学を講義した。後でね、その若い先生たちが、加
藤先生と榊原先生の選挙家は両極端だそう、ね、対極にある、はい、そう言いました、ね、それはそうですが、はい、わかります。釈義説教や公開説教の一番の難点は統一性がなくなるってことですね、うんうん、だからそれをどうやってその全体で組み立てていくかということと、うんうん、もう一つはテキストを非公表にして飛び立ったまんまどっか行っちゃうんじゃなくて、うん、帰るときは必ずテキストのメッセージに戻る、うん、これが僕の説教観なんです、うんうん、じゃあそれをどういうふうに展開したらうまくいくのかというのがね、うん、一番僕の説教作りの面白いところなんです、自分自身に、うん、これ絵を描いてましたから、絵を描く前の下絵の段階で構図というのを考えます、はいね、形の上と色彩の配置と、はい、それなんですよ、うん、私は重度障害者なんです、はい、喫音障害者、あ、そうですか、どもりなんです。だから甲子園に移ってきた頃まで、うん、私は毎日曜日朝ここの運動をやったんですが、そうでないともう言葉が言えない、あ、はい、だから一言一句原稿は書くんです。だから本になってるんですよ、ね、僕は人に話す前に文章が頭の中でもうできてないと発声できないんです。あ、僕の言葉は雄弁じゃありませんから、声もよくありませんから何もないんですから、あとはもう聖書のロジックで人を屈服させるほかない。そうすると聖書を丁寧に公開するほかない。それ以外の変なものを持ってきても一見説得したように見えますけれどもね、その人の人生を一生貫くようなロジックが与えられないと思います。そういう観点から言うと、今の若い方はスラスラ喋りますし、それからスラスラ文章が出てくるけれども中身はあんまりないんですね。いや、それはこれ老人の繰り言です。いやいや、興味深いです本当にそう思います。とにかくここをその恋愛の場、そして2階を教育会議の場、それから1階を道路というふうに概念を決めて、それでここが非常階段で降りていくとさっきのところへ出るんです。2階そこが今度会計室、会計室になるわけですね。あ、よくできてるな。ありゃ、あ、いやでも、すごい、ここ70坪って感じはしないですね。あ、これこういうところが嬉しいんですよね。あ、これはいいですね。これが前の石垣の一つを取ってきた記念に、エールシャッタイの、シャッタイの頭で、これが燃えてる火なんです。あ、そういう意味で作られたんです。いいですね。僕はね、新改訳聖書のイザヤ書とエレミア書の下訳をやったんです。聖書の翻訳ってのがどういう難しいことかっていうのは若い頃に自分が味わいましたので、出来上がっている翻訳を見てもそれを金閣玉城にして瞑想したり説教したりはしないです。そうじゃなくて原文の持ってる意味を翻訳者が表しきれなかったものまでこうちゃんと伝えてあげるのが説教者の役。だから甲子園の頃に白状をしますと1ヶ月ぐらいだったかな、その原点からやるのをサボったことがあるんです。自分でね、翻訳聖書だけ で1ヶ月ぐらいするとね、怖くなってきたんです。こんなことやってたらね、自分これから牧師をずっとやっていくのにね、どこまで堕落するだろうと。やっぱりもう一回きちっと進学生みたいにバカみたいに自力引きながらコンコーダンスで調べながらやっていこうというふうにここを改めたんですね。それが良かったですね。あの時サボっ
ったまんまでずっとね、おっかいが忙しいからとか、なんだかんだと今日はの仕事がありますとか、いろんな言い訳をしてたらね、僕は崩れちゃったと。僕のね、方針はね、家族的でない教会にしたい。ああ、いいですね。ここに来てからは絶対愛参加してないです。食事は共にしない。そうすると増える。ね、何百人にしようと思ったらもう家族的では無理ですよ。別の原理で結びつかなかった。だからそれはもう意図的に私はそうした。教会の中に抵抗ありませんでした。ありましたよ、ありましたよ、それはありますよ。それはありますよ。ねえ、あるから面白い。冷たくなったってとかね。実際上の僕の時代の洗礼を受けた人というのはほとんど家庭集会の人です。教会員なり今では役員になっているような方はこちらが目つけてあの人をしたいと思って家庭訪問をずっと続けた人です。例えばノンクリスチャンの旦那と結婚したね、女の人の旦那さんが立派だ人、あいつは絶対クリスチャンにしようぞということになると僕はどんな距離でも行きます。目をつけたら離さない。目をつけて離さない。だからそれそういう家庭集会をいくつかやりましたから、そこで何人かずつ洗礼者が生まれてきた。そういう伝道者を養成するということについては私は信者に仕立てて洗礼を授けるというと同じウェイトで考えてきています。なるほど。もし日本の牧師たちがそうやってくれてたら今みたいに牧師不足は起こってません。それはやっぱり伝道者養成が伝道者の責任だということをね、若い時から叩き込まれてないんですよ。信者を作るということだけに熱中してきたんです。この間ある伝道所の伝道集会に行ったら新学生さんがね何か出てきてて、どうやってストレスを解消してらっしゃいますかって。卒業する前からそんなこと心配してるんですよ、ストレス。だからね、これはもう進学系どうかなってるわと思うんです。みんな嬉しくてね、伝道者になったはずなんですよ。そんなストレスなんか感じませんよ。だからね、よほどはやっぱり進学校で教える側が今はこういう時代なんだからこういうことをやらないといけないというね、新しいそのカリキュラムを作らないと、伝統的なその進学百科だけでやっててもダメです。もっと切実な問題が今はあるんですね。福岡市に来てもらうと僕は初めにザーッとここ挨拶を回らせるんです。お店、それからここの辺りにある妥協庵の教会が5つ6つあります。そこへまずご挨拶に行かせます。そんなことはね、今そのよその教会に牧師が交代したんでね、ここに来る人ありません。全然挨拶ありません。だから今度は町のねお店屋さんの人も、僕が行くと先生、今度教団の生徒教会の先生はどういう人ですかとかね、あそこの救世軍の招待地はどういう方なんですかって僕に聞くんですよ。こっち知ってるはずないんですから、それほどね町から浮いちゃってるんですよ。そうですね。これではね伝道できませんから。もともとね、日本の教会みたいにたった2、30人に1人牧師が専属でいるというのがこれ世界的におかしいんですよ。だから牧師が持ってるその牧師のイメージを変えれば、そんなに難しいことじゃないんですね。使徒言行録を読んだらね、必ず増えただけ書いてある。まだ 0.01% しかありませんみたいなこと、そんなこと書いてますよ。聖書はそういうね、悲観的なことを書かないんですよ。だから日本のね、偉い先生方みんなその否定的な方をおっしゃるんですよ。1% しかクリスチャンがいなければ 99% 伝道できるんですよ。そっちの方からだったらいいんですよ。
99% の伝道のよくやが広がってるんですよね、うんうん、こんなことはね、ヨーロッパでは考えられません、うん、いわば廃墟をした、帰郷した人をもう一回連れ戻すのがよっぽど難しいんです、うん、それと比べたらね、日本の伝道者は楽々知らないのを教えてあげてるんですよ、うんうん、そっちのを語るべき